じゃあ、第七水田さんの話です。今日の、今回のテーマは、長崎を中心としたアジアとヨーロッパの交流と行くとについて、あのプレゼンテーションを行いたいと思います。今回は昨2年前のアジアの中でも、福島と、朝鮮、通信市ということを、そして昨年は琉球、薩摩藩という形で進めてまいりました。で今回はこういったそのまず表を基づいて、説明いたしますと、この江戸時代の東アジア交流の中での4つの窓口というところで、昨年は2年前の対馬口、そして昨年の薩摩口、そして今回は、3番目として長崎口を、中心に捉えていました。当初、この江戸時代の中でその鎖国とこの4つの窓口の関係を考えたときに、これまでは、この4つの窓口は幕府の鎖国政策の例外的なものではないかというふうに考えておりましたけれども、こうして3年続けて考えてみる中で、これは必ずしも鎖国政策の例外ではなく、むしろ幕府の政策としての位置づけではないかというふうに、考えるようになりました。と、申しますのも、この長崎口の、中にはですね、実際にその、必ずしもそのヨーロッパとの窓口もございますし、この実は4つの窓口が回り回ってですね、中国の、貿易のキートとか銘盛り物とのですね、関係の中で、文化的な交流というのがですね、続いていたというのが調べれば調べるほど分かってきます。そういった中で、ただこの、この表をですね、平面的に捉えるだけでは、単なるその江戸時代のこの貿易政府政治的なものの中で中国との関係という点、もしくはこの長崎口がその中国以外 の、 その、オランダの東インド会社との関係の中で、ミューラン人とかシーボルト、そして、ポルトガル、スペインとの関係というふうな表面的な面に、終始しますけども、それだけだと歴史の、深さが分からないので、次のような表にしてみました。実際にこの歴史を、東アジアの歴史を考えるときに、まず歴史観と、その横軸の歴史観と縦軸の世界観というような形で捉えてみないと、なかなかその世の中のこの歴史の流れが、時代認識が見つからないのではないか。実際にこれまで振り返ってみますと、この近代の逆上げとして、近代より前の日本史の場合はですね、古代から近代までの約1800年代間のこの世界史というものの見方を考えると、これはその中国の中華文明を中心とした東アジアの関係が中心でした。しかしながら、この近代以降の150年間、わずか150年間の歴史を見る中で、欧米の西洋史観が入り、そしてアメリカ の、 その価値観というのに、現在がそのグローバリゼーションの中で席巻されているのが現実です。我々のこのこうしたその時代を横軸に考えたときに、この時代の中で今あるその問題をどういうふうに捉えるかというところに考えたときに、まず日本史のところの価値観と世界史の過去欧米史観の価値観というのは、必ずしもはっきり、分けられないところがあるんですけども、あえてそれを誤解を恐れずに書くと、こういった面での日本東アジアは共生に対する、欧米史観としてはその民主主義の立ち、一神教に対する多神教、またその現代 の、 その西洋史観では、その二者択一 の、 その勝ち負けというような面でのですね、歴史的なその世界観というものの中で世界を、現代の世界を考えるときにですね、それは世界的なものを考えてその、分岐はいいんですけども、ただそれを翻って東アジアの中で の、 その、歴史、特に、日中とか日韓 の、 その相互不信とか、そういったものをですね、まで考えようとするときに、単なるそのグローバリゼーションの欧米の史観では、解決できない歴史観があるんじゃないか、そういうときに、さまざまな文献の中では、西洋史ではない、西洋史観ではないその世界史観という意味でのグローバルヒストリーという面でもですね、これは新しい世界史というふうな形で言われてますけども、必ずしも西洋史ではない、もう少し世界史、もっとその広い意味のですね、その
世界史というのはその時代に応じてあるというようなことも聞いております。そういったその時々の時代に応じた世界史というのがあるならば、現代に応じた世界史というものをもう少し考えてみる必要があるのではないかというのが、その歴史、長崎のその、テーマに始まったですね、最近のその、展開でのその結論の一つでございます。本研究は長崎の地政学や紀伊山との関わり、地域と世界史のつながりを、先ほどの図解やこのような年表を作成することで進めてまいりました。以上のような問題意識に関して学部生が研究を進めてまいりましたので発表を始めます。まず三浦按針というものは中間発表で触れたのでこちらで省略させていただきます。続いて日本と江戸幕府とオランダ東インド会社の関係について発表します。オランダ東インド会社は、主力製品だった香辛料の供給源の独占と買い付けに必要な金銀銅の供給源の確保が必要でだったため、日本貿易で日本銀を手に入れることに対して、とても、努力をしていました。また、日本は中国製の生糸が必要でありました。でも当時まだ国産化されておらず、その供給源は全て中国に依存しておりました。一方その中国は、新しい税法により銀貨幣が始まったため日本銀が必要でありました。以上のようにオランダ東インド会社と中国は日本の銀を、そして日本は中国の生糸を必要としておりました。公式的には日本と中国の国交がない時代でありましたが、オランダ東インド会社を通じて日本と中国の交流が実現していたのです。お互いの利害関係というポジティブな面にだけ特化することで、あえて政治と経済の関係を切り離してお互いの関係以上を決断した、まさに本音と建前により紡がれた非常に微妙なバランスで築かれた貿易関係です。これは彼らが超現実主義者、リアリストであったからこそ実現した関係であると私たちは考えました。次に発表させていただく室町採掘学部の西条です。皆さん、株式会社の原点となったオランダ東インド会社、通称 VOC という企業をご存知でしょうか。17世紀のオランダから、彼らが香辛料を求めアジアに向かって海に出ました。そして何百パーセントもの、莫大な利益を上げて帰ってきます。続いて、当時アジア市場で貿易をしていたイギリス東インド会社、通称 EIC との比較です。決算方法との取締役会と優れたものであり、合理的なシステムを取り入れていました。そしてオランダ東インド会社は豪邦からマゼラン海峡まで広い拠点を持っていました。彼らは気に入らないことがあるとすぐに、武力行使でラピラス行為などを行っていました。で、長崎口出島ではオランダ東インド会社の兵士は全く見なかったらしいです。この企業オランダ東インド会社 VOC という株式会社がアジアで活躍し、日本との、貿易を独占していたんです。彼の多様性について一株式会社が世界にこれほどの影響を与えることを歴史の中からも学ぶことができました。この他にも長崎のポテンシャル、キリスト教との関係、あと中国との関係に対して研究を進めてまいりました。加えてフィールドワークとして長崎や横須賀市辺見町、そしてアジアをつなぐ長崎ロードのシンポジウムに参加し研究を進めてまいりました。77件もの参考文献とフィードバックを通じて1年間研究を進めてまいり、改めて私たちの研究の現代的意義について考察しました。我々アジア班の研究は主に歴史研究になりますが、歴史とは過去と現代との対話であります。つまり過去の歴史をしっかり認識してできていなければ、現代を取り巻く問題を本質から理解することはできません。逆を言えば歴史を紐解き現代を認識することができてから初めて未来の構築に向けた議論ができるのであります。そういった意味で私たちの研究、特に鎖国時代の国交なき交易というものは、特に今年2016年、ブレグジット、イギリスの EU 離脱やアメリカ次期大統領選でのトランプ氏の当選など反グローバル化の風潮が民主主義によって立証された時代にとても価値のある研究であると私たちは考えています。それまでの関係があった国との国交が断絶されても、お互いの利害関係から細い糸によって紡がれた宇宙関係、そしてその細い糸の役割を果たしたオランダ東インド会社の関係は、
今後の国際関係を考える上でバーチャルな視点ではなく相手と向き合い本音と建前を使用したより相手と向き合った外交、つまり失いかけた精神外交の重要者と、IT 革命後の、グローバル化が浸透した現代において反グローバル化の社会という新しい形とその難しさ、そしてそれに伴い新たな外交・貿易関係を考える上で重要な例であると考えました。以上です。ご清聴ありがとうございました。